やばしは立てるぞ、お茶のおま、ちゃっちゃっちゃ大分の高っち親方です。本日はアイドルハロープロジェクト、お茶のおまの熊本公園行ってまいりました。2024年の秋ですね。まあ一言で言うと、やっぱ米村ムラキララちゃん可愛い。そして北原ももちゃん気になるな。つついろこちゃんの歌声半端ない。この三つがまあ主な感想でございます。ライブハウスとあってですね、本当にこう、 ファンとですね、こうメンバーとの興味に近くて、で、ここ、熊本の会場後ろまで結構ね、見えるということで、メンバーもね、ファンの顔をこう、オタの顔をずっと見ていたという感じです。今回はその熊本公演の私なりの感想をご紹介いたします。ツアーはまだ続いておりますので、セットリストは最後、残り20秒ほどですね、見たい方のみ見てください。本編はですね、あの、セットリ出ませんのでご安心ください。それでは一緒にお茶漬けに、ん、かりましょう。 最初に各公園で行っているクイズコーナー。その名も、〇〇の地元は三角三角じゃん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 。うちらの地元は地球じゃんにですね、ちなんだ、まあ、ご当地のクイズ大会が行われております。これはですね、まあ、抽選箱がございまして、各メンバーが そのご当地の特産物や偉人など書かれた紙を1枚引きます。そこに書かれたキーワードが果たしてその開催地のものなのかどうかを当てます。例えば今回の熊本公演ではこんな感じです。例えば札に熊門と書かれていて、あ、これ熊本のものだとで思ったら、熊門の地元は熊本じゃんって答えます。これが正解です。一方、熊本にないものもございます。 例えば、明太子、福岡発祥なんですが、あ、これ熊本じゃないと思ったら、明太子の地元は熊本じゃないじゃんって言って答えます、えー。このようにですね、熊本のものか、そうでないかを決める、まあですね、私旅行の YouTuber やってますけども、私なりには大好きな企画でございます、えー。実際ですね、今回ですね、あなたもですね、熊本で出されたですね、キーワード、クイズやってみましょう。 えー、六問で、ね、ございます。一つ目、からしれんこん。二つ目、いきなり団子。三つ目、ふりかけ。四つ目、とりてん。五つ目、ゆずごしょう。最後、六つ目、西郷隆盛。さあ、熊本のものはこの中でどれでしょう考え中、考え中、終わり。 正解は、私のブログにて、ともったいぶらずに一応答えを教えますえ。正解ですね、熊本のものは、1から3のものが熊本のもの。で、4と5、鳥天とゆずごしょは、私の地元、大分のもの。最後、最後は高森さんは、鹿児島のものです。あなたは回答できましたか からしれんこんいきなり子はまは熊本のものだと分かりやすいですがふりかけって実は熊本のものなんですよえー、旅の友というですねあのふりかけもともとですね栄養日本人のこう栄養を高めるためにですね、えー、作られたものだと言われて熊本市発祥と言われております、まあ、今回ですねあの実はメンバー全員正解できましたでしかも運がいいんですよね 実はこうタイムリーなメンバーがそのお題を引き当てるということがございました。例えば4番の取り点、こちら大分のものです。えー、これについては久保田七海ちゃんが引き当てました。実は久保田七海ちゃん、昨年ですね、2023年の秋に、 大分県別府市でですね、鳥天食べております。鳥天の発祥地の一つと言われている東洋県さんですね。えー、だからもうすぐ分かったね、みたいです。そして6番の西郷隆盛さん。えー、これ北原桃ちゃんなんですが、ちょうどこの熊本公園の前日に、 まあ、実は鹿児島市で取材があって、その時最後、高森さん見たよっていうことで、ポンとね、ひらめいたということで、本当にね、運に恵まれているということもございます。まあ、私も同じ九州なんですけれども、九州のおたとして、ぜひですね、お茶のおの皆さんも、えー、九州に、ね、もっと興味を持っていただいて、九州の魅力を感じていただければ幸いです。 続いて熊本公園の感想もご紹介いたします親方熊本ねよく言ってるけどお茶のどうだったやっぱ親方の年間お推しメンコロコロ変わってるけどさ実際メンバーについてどうなの熊本公園どうだったのっていうことをあなたにもお伝えいたします感想4つ熊本人気米村きらら北原桃も筒井ロコ感想の1つ目熊本は人気 熊本といえば、もう熊門有名ですよね。実際ですね、今回熊本公園で、熊門みたいなこうね、まあ、耳が上に2つあるような髪型をされたメンバーがいらっしゃいます。例えば、熊田着た七ちゃんですね。写真にある通り、かわいいですよね。お団子と言うんですかね。えー、ま本人は七海ですということでね、七海ちゃん、キュルルンっていう感じでね、かわいかったです。で、そして最後の MC でもですね、たくさんの熊門が出てきました。 米村キララちゃん、キラモン石栗かなみちゃん、かなモンそして斎藤マドカちゃん、マドマンともう、クマモン人気だもんっていう感じです感想の二つ目米村キララは、やはり推しの子昨年のまあ私の地元大分公園でもう米村キララちゃん見てあ、あの推しの子の星野愛ちゃんって実在するんだ,だ,だ,だ でも衝撃を受けましたもうステージ立ってるだけでパッと花がある感じそして重要なパートをですねいいところをきちんと決めてくれるパフォーマーでもございますまあ今回実はペンライト赤でねずっと振ってたんですけどもやっぱキララいいですねキラポヨ、ね、あなたもぜひね推しの子ね応援をいたしましょう感想の3つ目北原桃ちゃんは魅惑的 ももももね、まあ以前からね、気になり始めてました。まあその研修生時代にもね、パフォーマンスすごいなと思っていたらですね、まあそのパフォーマンスもしっかり、なんかこう、ビジュアルもこう、大人びた感じ、どんどん垢抜けていってる感じがあって、うっとりします。もう現場でも昔、大分のリリーベの時きに、北原ももちゃんにずっとこう、見つめられて、もうこっちが緊張して、ももちゃんに言った言葉が思わずですね、えー、 かっこいいですと言ってしまった2記憶がございます。桃はおおって驚いてましたが。いや、この色っぽさかなりいいですよね。 マの,の現場に行くと結構北原桃ちゃんのオータがいてしかもこう女性オタが多いんですよねなんとなくお茶のマの女性オタってこうね北原桃ちゃんとか西崎美くちゃんのこう本当いわゆる不当とといいますかもうガチ勢が多くてこう男女共に愛されるキャラっていいですよねこの今後ですね、まあ、パフォーマンスもしっかり結構あの雑誌とかですねファッション関係のお仕事も桃も,も,も,もねされてますからそちらも期待です感想の4つ目 つついろこちゃんの,の歌唱力ガバよか、えー、まあ同じ九州、まあ、つついろこちゃんは佐賀県ご出身です、まあ、この熊本公園の MC でも、ね、同じ九州出身としてこう九州でライブができること本当に楽しみですと、ね、喜んでおりました もうまさにですね、まあ、私もね、はまあ応援してますし、昔、佐賀のリリーベイにもですね、あの、ZD4 の時も筒井ロコちゃんにね、会いに行ったぐらいです。で、なんといっても、まず、彼女は歌なんです。歌唱力はほんとすごい。あの、まあ、もともとオーディションで一般加入して、まあ、ある日突然もう、いわゆるハロプロのメンバー、アイドルになったわけです。そして、デビュー当時から、まあ、リリーベイ3回ぐらい行って、えー、ロコちゃんの曲聴くんですが、 もう本当こう声が透明感があるかつ突き抜けた歌い方するんですよね。地平あのこの地球の平和の時とか「さあゆけたたたた」だだだだのところとか本当これ魅了された歌多いです私も魅了されましたこのまあ当時でちょっと体もちっちゃかったですしデビュー当時であどけないんですけれどもその本当少女のような 澄、ね、んだ声で会場を響かせるこのすごい大きな歌唱力、ね、声量っていうのはもうかなりね注目してましたし今回の熊本公演でもあやっぱロコちゃんってずっとこの澄んだ声魅力的だよな結構やっぱおっきい声が出てこう会場全体に響き渡るよなということを改めて感じましたこの熊本公演の前日、えー、実は佐賀県のこの警察のイベントにも のこちゃんね出演されてましたが、ね、もう本当同じ九州として、ね、九州の話題ねどんどん PR してほしいですしねおたまをねこれを機会に九州にこうねいろんなきっかけ推し麺きっかけで楽しんでいただければ幸いです。 とということで今回はお茶の間のですね2024年の秋ツアー熊本公演の私なりの感想をご紹介いたしましたまあそれぞれ推しメンバーとか感想はねございましょうけれどもねそれぞれの立場で応援していきましょうというのが私のポリシーでございますで最後ですねあのセットリストですが、えー、最後の最後残り20秒ほどで載せますので、えー、ご覧になりたい方のみご覧くださいそうでない方はそ、えー、れ言いますがこちらでも一旦お分かり 別れとなります今回も最後までお付き合いいただきありがとうございましたよろしければいいねボタンそしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします秋はハロプロです、えー、今度ですね私今収録して翌日はアンジュルムの熊本公園行きますし ジュースジュースと、えー、娘ですね、えー、福岡公演、さらには鈴木愛理ちゃんにもね、会いに行く予定でございます、まあ。そうしたレポ、そしてまたリビスタのサイン会の内容なども、これからハロープロの話題はご提供いたしますので、一緒にハロープロ応援してまいりましょう。それでは、一旦失礼いたします。今日も推しのために働くこの後、セットリストのご紹介です。